ア島俊二は、日本のジャーナリスト、政治家。宮城県勝田郡白石町を生まれ。1927年早稲田、大学政治経済学部政治学科を卒業し、国民新聞社に入社。政治部記者、政治部次長、論説委員を歴任した。政治ジャーナリストとして活動する一方早くから、政界入りを志し、 1936年に立憲民政党公認で第19回衆議院議員総選挙に立候補したが落選。その後1942年に行われた翼3選挙で翼3政治体制協議会の推薦候補として立候補し初当選、翼3政治会、第2本政治会に所属した。 悪ヶ島が総選挙に初当選したのは、翌3選挙だったが、落選したとはいえ政党解消前に、民政党公認で総選挙に立候補したことがあった。ことや、ジャーナリスト時代に、衆議院議長を務めたこともある民政党の、大物政治家、藤沢育之助の伝記を上司したこともあったため、悪ヶ島は、翌3議会においては、戦前の民政党の系譜を受け継ぐ、政治家とみなされた。 阿ヶ島の政治家としての業績は、大政翼賛会政策局職宅、党は連盟協会上任委員、内閣委員、大政翼賛会調査局第三部副部長等を歴任したことが挙げられる。敗戦後は、日本進歩党の決闘に参加したが、公職追放。追放解除後は1952年の第25回衆議院議員総選挙に、 会心投稿人で立候補したが落選し、1953年の第26回衆議院議員総選挙にも同じく、会心投稿人で立候補したが、再び落選し、国政復帰を果たすことはなかった。その後、白石町長として、同市の戦後復興に尽力したという。ありがとうございます。